人類最後の開拓地とも言われる宇宙。今や民間ビジネスの舞台として世界中の企業による競争が激しくなっています。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X 社はその代表格。そんな中、ここ愛知にも2030年に宇宙旅行の実現を目指すベンチャー企業があります。愛知県碧南市に拠点を置く PD エアロスペース。宇宙に行くというのは今までロケットしかできなかった。で、それをジェットエンジンと一緒にして飛ばすということができるようになる。これがまず世界初になります。大きな強みは新型エンジンの開発。ジェットエンジンとロケットエンジン両方の機能を兼ね備えた世界初の技術で、軽量化とコスト削減での飛行が可能になるといいます。そしてエンジンと両輪で力を入れるのが宇宙機の開発です。こちらが PD エアロスペースの実験機になります。流線形のボディがかっこいいですよね。全長およそ5メートルのこちらの機体は自社開発した無人の実験機です。この機体はジェットエンジン、普通のジェットエンジン2機を搭載しています。なので宇宙にはまだ行けないんですね。これはまだ宇宙に行く前の、まあ、そういう我々の、いろんな技術データを取るための機体。先月27日、沖縄の下地島空港、初の飛行試験が行われるのを前に訪れたい場所がありました。ここがつながってます。ここが宇宙に行く道になります。宇宙港の始まりの様子です。ここが宇宙へ飛び立つための拠点、宇宙港の開発予定地です。でここから、まあ、まず無人機が飛び立ち、それから有人機が飛び立ち、それから一般の人たちが飛び立つっていうようなスタートの地点ですね。そして飛行試験当日、この真ん中辺から端っこぐらいまで、僕らの目の前ぐらいまでに止まるはずです。かなりやっぱりランディング難しいので、あれですね、機体の操縦はカメラの映像などをもとに遠隔で行います。目標は空港の周囲およそ10キロを周回し滑走路に戻ってくること。泣いても笑っても一発、結果を待ちます。いよいよ飛行試験の開始。果たして、離陸は成功、順調に高度を上げていきます。しかし、機体からの通信が途絶え、自動操縦モードに切り替わりました。そして、機体は海に落下、飛行禁止エリアに突入する恐れからエンジンが自動で停止しました。皆さんに良い航行ができなかったことについては、まあ、申し訳ない気持ちでいっぱいです。機体はバラバラに壊れたもののすでに回収、人的被害もありませんでした。それでもやれることはやったし、得るものもあるので、それをちょっと活かせるようにちょっとしていきたいと思います。なのでネガティブに取られるんじゃなくてポジティブに。愛知から宇宙へ、 PD エアロスペースの飽くなき挑戦は続きます。